ちがいい。はい、頑張ってます。はい、いいですか、大丈夫ですか。はい、OK です。じゃあ皆さん、ここでまだ待ってくださいよ。では、慎吾さん、お願いします。投票を慎吾さんにお願いします。みんなうまかったね。みんなうまかったね。もう考えられないぐらい丁寧に霊感が進んでいるのにはびっくりです。もう何がすごいって言ったらね、パッとしないのがすごいですね。みんな僕らやっぱりね、古いスケーターなんで、僕らがやっぱスケートボード始めた時っていうのは、スケートボードっていうのはもちろんパークでするものだったんですけど、セーブっていうのね、してたんで、インスライドから覚えちゃってるんで、皆さんがパッとしないで滑っとるのはつくづくすごいなと思いました。まあでもね、ケアをしてね、2ヶ月、3ヶ月滑れないような何度もあおらしいんで、皆さん膝だけはね、大事にしてください。長いこと滑ろうと思って、ケガには要注意です。で、全体通してね、去年と比べて今年2回目ですけど、やっぱり皆さんスピードがついてて、すごいスタイルとスピードがついてて、ライディングがすごいかっこよくなってます。で、これからちょっと寒くなってくるけど、ケガだけ気をつけてもらって、またね、ここで来年さらにパワーアップしたみんなと会えるのを楽しみにしています。ジャッジの方はそうなんですけど、お父さんお母さんの言うことを聞いてもらって、この先スケートボード以外にね、楽しいことはたくさんあると思うんですけど、できたら大人になってもスケートボードをずっと続けてもらって、君たちが大人になった時にやってる子供たちに、今度は君たちがサポートするというシーンをね、見せてくれたらいいかなと思います。そんな感じでちょっと長い一日でしたけど、また来年ここでみんなと会えるのを楽しみにしています。今日はどうもお疲れ様でした。今日はありがとうございます。お疲れ様でした。皆さん、オープンクラスのライダーの違う技、トリックを決めたら大きな拍手で叩いてあげてください。拍手や声援が、ね、あればあるほど出てるスケーターたちはもっとチャレンジ、そしてアタックしてくれます。なおさら気持ちいい、いい決めて彼らに滑らせてあげましょう。よろしくお願いします。じゃあ準備はいいですか。拍手。それでは行きましょう。まず先頭バッター、出走番号1番西田トラジカルのスタートです。もう一回やり直し、全然大丈夫だよ。ロールインしてからスタートしよう。タイム、ここからスタート。レイバック、そしてそのままスカッシュ。
ピードあふれるルーティンを見つけるファイブクロスボールライダYeah.
絶対外さないでしょう。残り時間2分続いて、トラジに戻りましょう。これで1人、あと1本ずつ滑れますね。そうですね、うん、1本ずつ滑る。10位が出るまでしばしお待ちください。